はいどうも、麦茶です。前回の動画ではフランボワーズチョコムースの作り方について紹介していきました。今回の動画ではこのムースを作る際に使った自作のシリコン型の作り方について紹介していきます。ほんで完成した、設計したモデルがこんな感じです。左右の2つが 3D プリンターで出力するもので、真ん中が完成形のシリコン製の型になります。作り方としては、こんな感じに配置して、この上からシリコンゴムを流し込むことで成形していきます。この下の部分は適当な平らのところに両面テープで貼り付けて固定します。こんな風に上に空気が、気泡が抜けるようになっているので、基本的には空気を抜く作業はなくてもある程度気泡は抜けてくれます。ただ確実に抜くためには気泡を抜く作業をした方がいいと思います。周りの型については、例えば適当に、周りを固めのタイルとかを切り刻んだやつで覆っても全然大丈夫です。ただ無駄な部分ができてしまうので、可能な限り材料を減らすために、こんな風にぴったりになるような、厚さが均等になるように外側の型を作っています。で、完成するシリコンゴムはある程度柔らかいんで、勾配とかはそんなに気にしなくても意外と型を外せます。基本的に 3D プリンターで印刷するところは、薄くモデルを作ってるんで、印刷時間は大きさほどかからないです。ほんでデータが完成したら、プリンターでかけるところはプリンターでかけて、あとシリコン型については、大体の CAD は、体積を測る機能だったり、比重を設定してあげて重さを測る機能があるんで、それを使って、最終的に完成するシリコン型の重さを計算していきます。そのシリコン型の、OS の重さが決まったら、大体そこにプラス 6g に設定してシリコンゴムを用意した方がいいと思います。この 6g っていうのは、型の誤差だったり、混ぜる時に使用する、容器に付着する分を考慮して、結構多めに 6g 取ってます。それではプリントをして、その後シリコンゴムを作っていきます。こんな感じにシリコンの型を作るための、型が完成しました。で、こいつらが外側の型です。で、こっちが内側の型です。これが大体完成品のイメージになります。型の作り方は、これを内側をセットして、外側をセットして、ここにシリコンゴムを流し込む形になります。なので、こいつとこいつを一旦固定しなきゃいけないです。で、この型については、基本的に、今回使うムースだと、周りにグラサージュっていう、コーティングをするんで、積層痕とかは別に気にしなくていいです。なので造形速度重視で、結構レイヤーの高さは粗くしていいと思います。で、こいつらを固定するために、この平面のところに両面テープを貼って、適当な、板とか、平らなところにペタってくっつけます。で、今回は、こんな感じの両面テープを使います。本当はすごい幅の広いやつが欲しかったんですけど、ちょっとこれしかすぐに手に入らなかったので、これを使います。貼っていきます。で、大体貼り付けたら、しっかり押して完全にくっつけます。ほんで余分な部分を切り取ります。こういう時はカッターを使った方がいいと思います。で、こんな感じにテープを貼り終わって、余分な部分のカットが終わりました。で、これを全部やっていきます。次は内側のこいつです。こんな感じに両面テープが貼り終わりました。次にやるのは、シリコンを流し込む面に対してバターを塗っていきます。このバターの役割は離型剤としての役割を果たしていて、離型剤って何かっていうと、このまま樹脂を流し込んでしまうと、例えばくっついてしまったりして剥がれなくなることがあります。それを防ぐために、間に、油等を仕込んでおいて、剥がすときに、剥がしやすくして、癒着しないようにするっていう目的があります。で、一応サラダ油とかもいろいろやってみたんですけど、バターが一番外しやすかったです。それでは塗っていきます。こんな風にこすっていきます。で、ある程度ついたら指で伸ばしていきます。こんな感じに大体まんべんなくつけ終わったら、こっちは完成です。今度はこいつの外側の型の内側に塗っていきます。そうしたら、こいつをこんな感じの平らな、板みたいなところに貼り付けます。で、透明なやつの方がいいと思います。
ほんでまずはこの内側の型を先に貼り付けます。で両面テープを剥がします。そうしたらくっつけます。でしっかりくっつけてください。で例えばこの時にモデルが反ってると下とくっつく面が少なくなっちゃうので、モデルは反らないように造形するようにしてください。ほんで次にこの外側をつけていきます。同じように両面テープを剥がしていきます。そうしたらこれをかぶせます。でこの時に、今回ガイドとかをつけてないので、上から目視でだいたい真ん中ら辺に来るように置きます。精度に関しては、ある程度厚さに余裕持ってるんで多少ずれても全然大丈夫です。じゃあくっつけていきます。こんな感じにちゃんと隙間があるようにくっつけます。あとはしっかり下から押さえながらくっつけていきます。あとはこの上からシリコンゴムを流し込めば、待ってたら型が完成します。ほんでシリコンゴムを混ぜていきます。今回使うシリコンゴムがこれです。これは Amazon で買ったものなので概要欄にリンク貼っておきます。でこれはなんか、こんな感じの分析試験成績表とかが入ってて、日本食品分析センターから、安全ですよっていう証明書みたいなのがついてます。食品用に使うことができるシリコンゴムになってます。でこれを混ぜるときに使うのが、こんなコップ。基本的に、こういう、紙コップだったりプラスチック製のコップにはシリコンゴムはくっつかないので、これでやれば使い終わった後にシリコンゴムを剥がしてまたこのコップを使うことができます。であとは混ぜるための割り箸です。混ぜるときは割り箸でいいと思います。割り箸もシリコンゴムくっつかないんで後から外すことができます。で大事なのが、はかりです。僕はデジタルのものを使ってます。これ使うとゼロとかやりやすいんで、アナログよりかはデジタルを使った方がいいと思います。でこれ一応概要欄に貼っとくんですけど、なんかツイッターのフォロワーさんでこれめちゃめちゃ狂うみたいなことを言ってる人がいたので、もしかしたら当たり外れがあるみたいです。であとはこれです。これはこういうなんかなんだろうシコシコするやつで、中の空気を抜いて内側を真空に近い形にすることができます。真空みたいな状態にするとシリコンゴムの泡を除去することができるので、これを使うと泡を除去してかなり強いシリコンゴムの型を作ることができます。本当は電動のしっかりとしたかなり真空に近い状態にできるやつがいいんですけど、ちょっと買うのめんどくさかったのと、ちょっと金かかるんでこれを買いました。これでも全然十分使えます。それではシリコンゴムを混ぜていきます。で測っていきます。27.1g ぐらいです。こんぐらいなら全然 OK です。そしたら次にもう一つの液体を入れていきます。メモリをリセットして 27g 入れていきます。ほんで 27g になったら、こいつはもう置いといて混ぜていきます。でこれ混ぜるときにちゃんと混ざってないと硬化しないんでしっかり混ぜてください。でこのあと脱泡泡を抜く作業をするんで、気にせずがっつり混ぜてください。一応混ぜる前に温めてからやると粘度がかなり下がるんですけど、毎回温めるのめんどくさいんで、適当に気にせず混ぜてから脱泡作業を行います。で大体混ざったんで、あとはこの真空にする容器に入れていきます。セットして、この器具を使って引っ張るとどんどん空気が抜けていきます。こんな風に、中の気圧を下げていくと泡立ってきます。でこの状態になるとどんどん気泡が抜けていくんで、シリコンの密度が高くなっていきます。で大体抜けたら OK です。でこいつはここのボタンを押すと空気が入っていきます。
こんな感じです。だいぶ気泡が抜けました。そうしたらこの型に流し込むんですけど、もう一回ちゃんと押しておきます。ほんで上から少しずつ垂らしていきます。これは一気に垂らしてしまうと、気泡が入りやすくなっちゃうんで、ゆっくりゆっくり慎重に流していきます。で、基本的にはこの型は、上から流し込むタイプなので、こんな風に中に気泡が入ってても上に上がってくるようになってます。まあ、なので脱泡の作業あんまりしなくても完成品はほとんど気泡が入らないと思います。まあ、ただ脱泡作業してた方が確実に気泡が入らないかと思います。で、軽く落とします。で、あとは待ってれば固まるのと、まあ、残った気泡がどんどん上に押し出されていきます。硬化を待つ時間は、まあ、大体8時間ぐらいで硬化するんですけど、触ってみて大体硬化して、まあ、5時間とか6時間ぐらい経ったらもう型から外せるぐらいの強度にはなります。完全に硬化する前に外した方が基本的には外しやすいです。まあ、それでは硬化するまで待っていきます。こんな感じに固まったんで外していきます。で、外すときはスクレーパーを使います。で、こっち側から指で押します。そうするとこんな風に取れます。で、外側が取れたらこんな風にめくります。まあ、今でも十分強度はあるんですけど、そうですね、あとは、まあ、半日から1日程度完全に硬化すれば多分大丈夫だと思います。まあ、こんな風にシリコン型が完成しました。それぞれ見ていきます。まずこっちの、まあ、六角形ねじったやつは、まあ、完成品のムースの、まあ、見本はこんな感じになる予定です。で、こんな風にひっくり返したり引っ張ったりしても、まあ、ちぎれたり穴が開く気配はないです。まあ、あと気泡とかも特になく、かなり綺麗に造形できてると思います。造形？まあ、綺麗に作れてると思います。ほんで、こっちは、まあ、なんかドーム状の一部が欠けたやつです。で、このくぼみの欠けてる部分は、まあ、ここにフルーツを乗せたり、まあ、ミントを乗せたりするためにデザインしてます。まあ、こんな感じです。で、これちょっとミスったなって思うのが、まあ、大きさに対してちょっと薄くしすぎた感じがします。まあ、なのでこの部分が支えがちょっと弱くて、結構プルプルしちゃってます。まあ、なので、まあ、リブとか、まあ、補強するようなものをつけといた方が良かったですね。こっち側も多分つけといた方が良かったです。まあ、どっちもかなりいい感じにできたと思います。これのシリコン型の耐熱温度はマイナス50度から200度になってます。なので、冷凍庫で、まあ、凍らせたり、電子レンジで温めたり、オーブンで、まあ、例えばマドレーヌとかを焼いたりすることもできると思います。耐熱温度が高いのと、まあ、耐水性も普通に高いので、まあ、例えば煮沸消毒だったり、まあ、電子レンジを使った滅菌作業ができます。まあ、なので衛生的にこの型を保ちやすいです。これだったら例えば友達とかにケーキを出すときに使ったり、あとはそうですね、まあギリギリストアで販売してもいいレベルだと思います。むしろこういう材料を使ってやっとストアで売れるレベルかと思います。まあ、細かい衛生面については次の動画で紹介していくんで、今回の動画はこのくらいで失礼します。最後まで見てくれてありがとうございました。